みなさんこんにちは。出島クッキングのチャーです。今日は家庭に優しく、栄養ぎっしり豚ハツと旬野菜の中華炒めの作り方を紹介します。豚ハツは脂肪分がごく少なく栄養豊富で、ダイエットをしている方にもおすすめです。これは前日の夜に沸騰したお湯に一晩置いた干しタケノコです。軽く洗った豚ハツをボウルに入れて、かぶる程度の水を注いでください。塩小さじ1、と紹興酒小さじ2を加えて、30分ほど浸しておいてください。こうすることで、血抜きや臭み取りができます。乾燥キクラゲをぬるま湯に浸して戻してください。豚ハツ、タケノコとキクラゲの浸し終わったら、漬け水を捨ててください。キクラゲを食べやすいサイズに手でちぎっておいてください。豚ハツを鍋に入れて、かぶる程度の水を加えて、強火で沸騰させてください。お湯が沸いてきたら、中火にかけて5分ほど茹でてください。時々ひっくり返して、アクを取り除いてください。茹で上がったら、水にさらして冷ましておいてください。同じ鍋で再沸騰してきたら、タケノコを入れて5分ほど茹でたら取り出してください。水にさらしてから、ザルにあげて水気を切ってください。お湯が再び沸いてきたら、キクラゲを入れて、1分ほど茹でたら、取り出して水気を切っておいてください。あらかじめ輪切りにした唐辛子と花椒小さじ1を用意して、そして生姜 10g、長ネギ 30g、ニンニク 10g と万能ネギ 25g を切っておいてください。タケノコは食べやすい長さに切ってください。豚ハツを薄いスライスにしていきましょう。ハツスライスをもう一度流水で洗って、水気を切っておいてください。鍋に油を引いて弱火で加熱したら、花椒を入れて、香りが立つまでゆっくり炒めてください。香りが立ったら、火を止めて取り出してください。花椒好きな方は取り出さなくてもいいです。油を弱火で再び熱したら、唐辛子を入れて炒めてください。香りが立ったら、万能ネギ以外の香辛料を加えて、炒め続けてください。香りが出てきたら、強火に変えて、タケノコを加えてください。油が馴染むように軽く炒めてください。そして豚ハツを入れて炒め合わせてください。豚ハツは全体的に色が変わってくるまで炒めたら、キクラゲを加えて素早く炒め合わせてください。油が全体に馴染むように炒めたら調味します。醤油大さじ2。たまり醤油があれば大さじ 0.5。と紹興酒を大さじ1を回し入れて軽く炒め合わせてください。ちょっと味見してみて、塩小さじ 0.5 と砂糖少々を加えて、全体が馴染むように炒めたら、最後に万能ネギを加えて、汁気がなくなるぐらいまで炒めたら出来上がりです。コリコリとした食感が美味しい豚ハツにタケノコとキクラゲを加えて、食物繊維が豊富な旬のおかずに仕上がりました。コスパ最強の豚ハツは臭みが少なく、カロリーも抑えめで、健康志向の方にもおすすめです。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。